オートセーブ。おお、ありがとうございます。どうも皆さん、こんばんは。ひょっとこです。今回はね、このスイフシミュレーターっていう泥棒、人ん家に勝手に入ってね、金品を盗むっていう、で、警察に捕まらないようにできるだけ多く盗んでくださいっていうゲームなんで、俺そういうの得意なのよ。未だに捕まったことねえし、あ、やばい、これ以上言ったらやべえな。よし、始めていくか。よし、初めてやからロード長いのかな。読み込み中だわ。下の人泥棒でしょ。むちゃくちゃバレバレなんだけど。いや、後半早っ。読み込み後半早い。あ、来た。おお、ゆで卵って顔してんな。あ、なんかバールみたいなの落ちてない、それ。え、これビニー出て出んの。あ、上。 Hey, it's me, Vinny。ヴィニーだ。バールを拾ったらよく聞け。ん？後始末が残ってる。あ、オッケー。いっか。バールを拾え。X。拾ったぜ。いや、いちいちかけ、どっから見てんだ。どっから見てんだ。保釈金の礼は、ロンバーディー家に言えよ。気前のいい一族一家だが、借りは返せだとさ。ってことで、人働きしてもらう。家のものを盗め。この家の前だ。え？この前の家？この前の家って、ここ？ここでしょ？オッケー。なんだこれ？クイックスロット。なんだこの手は？テレサの真似してんじゃねえぞ。え？テナントに聞かれた？なんかテナントに聞かれたって出てる。なんだなんだなんだ。人いる、人いる。なんで見張ってんだよ、なんで見張ってんだよ。バレてんじゃねえか、おい。おい、相棒。あ、ここ壊すの？何しようから言えよ。バカ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 野郎、お前すぐそこにいんだぞ。おい、バレるって。大丈夫かこれ。あれ、固くない？え、ここ固くない？忍び歩き、え、忍び歩き。いるよ、いるよ。し、ずっとそこにいるよ。え、なんか。やばい。なん、ずっとそこにいるんだ。はい、どっか行け。え？あ、え、ずっと、なんかあいつ監視役？なんか雇ってない？雇ってんの？監視員雇ってる？後ろ向いたらいけんのかな？ずっと見てる。お前ずっと見てんな。お前、え、ずっと見てない？もう、え、他にやることないの？お前、ブルッ、やば。これだ。チャンス。キュッ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 。バカがよ。あ、なんだ。照明を避けろ。照明。え、向こう。いや、バレてんだろ、これ。だとしたら、あいつ何見てんだ？え？あいつ、なんだ？あ、バカ、お前、ここで電話かけたら、どっか。どこぞの間抜けが懐中電灯落としたらしい。言って上手に使え、通報されるな。どこぞって、なんでそんなとこ置いてんねん。なんとこに置くな。間違った、怖そうとしてる。待ってよ。あれ、クイックスロットじゃできないのこれ。なんで懐中電灯はダメなの。おい、なんでダメなの。パクパク。あ、こういうことね。何、割るの、え、割っていいの。
知らんよ。よし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 。残れ。よし。もしもあったらこれ殴ればいいからな。ねこれ。何の幕これ。何の幕だよこれ。開けていいのかこれ。夜に忍び歩くなら明るいところ避ける。オッケーオッケーオッケー。俺はプロだぜ。そんなん使わなくても俺盗めっから。任しとけって。なんもない。なんもなくね。いや、そこはもう開けたのよ。そこはもう開けたから。そこはもう開けたよ。閉じろ閉じろ。そうそうそう。なんもない。多分これ100均で買った入れ物だろうけど、あんも入れてないじゃん。何のために買ったん？あ、これ。盗めってことだ。フライパン、強盗フライパン盗んでる。古いトースター盗んでる。なんでこんなとこに現金置いてんの？なんでこんなとこに裸で現金置くな？財布に入れとけ？お前、夫とか盗まれんぞ。これ何なんこれ？このマーク何？いや、ベッド壊そうとしてるけどさ。開かないのかな。ピッキング、ドアロック開かないわ。トイレかここ。ん？何盗もうとしてんの。オッケーオッケー。よし換気しよう。換気して盗めるものはここにはないな。開けよう。鍋。開けるとこあったよみんな。なんもない。相変わらずなんもない。はい、あ、なんかある。いや、まあ、バレバレそれ。なんで、いや、だとしても隠す場所もっとあるだろ。靴は盗めないんだね。ナイキのシューズじゃないんだね。ピッキングなんかなんもない。なんもないのよ。ピッキングできるなんか、スキルなんかないの？習得できないよ。なんかあるの？経験値みたいな。なんと、こいつどこ見てんだ？この、怖え、こいつ。こいつ、お前、どう見てんだよ。瞬きしろよ、せめて。ピッキングのスキルないからダメだって。あ、開かなくない？ここ他のとこ行こう。いや、近っ。木々が近い。やめやめ、バカバカバカ。いや、なんだ。じゃあ、ずらがるぞ。車に乗れ。バールは隠せ。オッケー。いや、懐中電灯ついてるよ。これは消してね。なんだ。見つかりやすくなるから注意。オッケーオッケー。なんだ、目立つな。工具をしまって。さっきバリバリ工具持ってたけどね。バリバリ工具持って、あいつの、多分、いや、絶対視界の中に入ってたはずなんだよ。俺とよく似てる隣人がいいのかな。隠せ。ある持ってんじゃねえよ。あれ、俺どっから来たっけ。おい、俺どっから来た。何これ。クリコ、車のとこ行け。よし、やべ、持っちゃった。よし、オッケーだ。あれ乗れない。なんで。え、これ車運転できんの？エンジンをかけろ。あ、返したせっけん。ねえ、これ。なるほどね。現場から退避され。どこ行ってんの。運転むず。
かかるぜ。ねえ、うわ、うわやばいだろ今の。絶対夜でよかった、誰もいなくてよかった。警察見てたら絶対メンテ食らってた。キャピキャピカしてるなその服。めっちゃ頭だけじゃねえのかよ、光ってんのピカピカ。え LED 電球かお前の頭は。呼べに。いい調子で。なんとかなるかもな。睡眠を取れ、朝になったら働くぞ。動くぞ。朝なの？こういうのって夜じゃないんだね。やっぱプロは違うな。考えてることがわからん。オッケー。朝6時だろ。よし来た。いやーいい朝だ。新しい朝が来た。よし、なんだ？なんだよ、せっかくいい朝なのに。ベニー、お前の声何回聞けばいいんだ。パソコン調べろ。伝えておくことがある。オッケー。MacBook。MacBook か。新しい工具は泥棒ショップ。なんだ、泥棒ショップって。そのままじゃねえか。泥棒ショップで買えるが、お前には欠けてるものがある。ね、カツラか？やっぱりな。こいつちゃんと俺のコンプレックスを見て、分かってんな。もう俺の心読むのやめて。いつまでもゆで卵って言われたくないのよ。やっぱウィッグだよね、買うとしたら。ウィッグ何円すんだろう。全然ないね、ウィッグ。パクリ、スパーク。クリックしろ。パクリスパーク。ここでは情報を変える。武器のありか、セキュリティ、ドアの錠など、精度の高い情報だ。俺の調べた。グリーンビュー。グリーンビュー。109のネタを見ろ。お前から買うんかい。0円なら買うわ。よし。車のところへ行け。OK。車行くぜ。全然マークじゃねえじゃねえかよ。全然リンゴのマークじゃねえじゃねえか。騙されたんだけど。行くぞ。なんだ、いちいち、なんだ、カマチョかよ。まず、質屋で盗品を売れ。身軽になったら、グリーンビュー109へ行け。オッケー。その、グリーンビューって何？え、また？またかよ。運転下手なのよ。あ、一気に飛べる。やった。事故らずに済んだ。事故ってなんかね、目立ってさ、ん？お前みたいになったら、バレちゃう。警察すぐ鋭いからさ、警察。ここが質屋か。顔長えな。重長だな、結構。ろくなもんなかった。ごめんな。ろくなもんなかったとか言ってごめんなさい。盗んでおいてね。いや、ずっとその表情なんだけど、こいつ。怖っ。さあ、グリーンビュー109だ。テレビを盗め。七には入れるな。オッケー。グリーンビュー。ありがとう、なおちゃん。その重長、俺は結構好きだぜ。やべ。なんだ？なんだ今のびっくりしたの。ん？運転しないとダメなの？おいおい、マジかよ。グリーンビュー行かないといけないじゃん。どこだグリーンビュー。グリーンビューどこ？グリーンビューどこ？ちょっと道に迷った。あ、109って言ってたよね。ここじゃないじゃん。うまい。Uターンがうまい。いや、視点がやべえ。どこ見てんだ。109って言ったらここでしょ。おい。いいんじゃないの？ここに駐車しますと。ハザード焚かないとダメじゃない？ハザードダメだ。オッケー。よし、行くか。
俺はあえて車のドアを開ける。この車を盗みたいやつは盗め。追っかけてこのバールで一撃よ。月に変わってお仕置きよ。私の頭が月。やっぱ朝だから人いないのよ。よし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 、いいぞ。ドアロックされてるからここで壊すと。手慣れたもんよ。もう手慣れたもんなのよ。ゴミ売るか。ゴミ分別しておきますか。やべ、ジャンプしてた。痛い痛い痛い、絶対痛い。ダメージ受けてんだろこれ。ダメージとかあんのかこのゲームに。フライパンあるぞ、売るぞ。盗め盗め。フライパン2個って、同じフライパン2個もあんだ。これ開けろ。お前食いもん大事だろ。食いもん盗もうぜ。はあ、フリソースだ。もうさっきと変わってない。さっきと変わってないんだよ。盗めるもんは盗ん、お、テレビだ。やった、グレードアップしてる。あれあれ、大きなアイテム、何、どうすればいいのこれ。大きなアイテムを売るにはアイテムの質屋のオーナーの横に置く。オーナーどこにもいないんだけど、持ち歩かないといけないんだ。R、ちょっと待って、何これ、何の鍵これ。ああ、取ってくれ。ロックに入れる。何の鍵か分かんないけど、これ何、これこれ何なんだろう。これこのマーク何、逃げれるってことなのかな。運ぶぞ。重いもの持ってっから、やっぱ、ダメだ、両手塞がってる。両手塞がってるから、ちゃんと空いてるとこから、あ、これ、窓から行けんのか。よし、行くぞ。拾って。OK。ちゃんと拾ってね。そう、捨てたものはちゃんと拾う。これ、常識へ。よし、ちゃんと、車に、トランクに乗せようぜ。トランク開けれるか。トランクスを開けろ。あ、トランクスじゃない、トランクを開けて。もう俺の相棒トランクスがいるから。え、これ、あれ、オッケー。で、これを売りに行けばいいんだよね。入れて持ち帰ると。オッケー、任せろジョニー。やべ、もうあいつの名前忘れた。返しておけって。どこに行けばいいんだ。ちょっと誰かナビして。まあ当たってないよね、大丈夫だよね、ギリギリセーフ。オッケーオッケー、質屋に行こう。ヘイジョニー、テレビ持ってきたぜ。レベルアップした、やったぜおい。 S だって。やっぱね、俺くらいになるとやっぱ S ランク軽くサクッと取っちゃうのよ。朝飯前よ、もう。本当に朝飯前じゃないこれ。OK。ベニーだった。ジョニーでいいだろ、お前。テレビを盗んだようだな。ブラックベイのウェブサイト、なんだそれ。ブラックベイってなんだ、ベイブレードか。し、ベイ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 。あ、やべ。OK。し。あ、忘れちゃった。やばい、価値が下がる。価値が下がっちゃう。世界で一つだけのテレビなのに。Welcome back。え？待って。今置くからさ。あれ、どうやって置くのこれ。大きなアイテム置けないんだけど。大きなアイテム置けません。あれ？あ？おい、よし、置いたぜ。おい。で、このゴミを片付けろ。え、嘘。全然売れないやん。ゴミ、あんな苦労して持ってきたのにゴミって。え、一文にもならないのこれ。え、ただのゴミ収集者やん。ゴミ収集者やん、俺。
マイク倒しちゃった。ごめんな、マイクアゾスキー。じゃあ、片しといてな、オモナが。俺は、お前に、それはお前にやるわ。うちか。ブラックベイにアクセスしろって言ってたから、一回拠点に戻んだろう。